回は iOS にもやっとレジェンズが来たということで、早速今回ガチャを引いていきたいと思います。でちょっとやって、今 Z レベルっていうのかな、これ、ここの5まで進めました。ちょっとまだよく分かっておりません。でガチャをね、なんかよくわからないけど、このスパーキング確定チケットというものをいただいたんですね。超チケットガチャっていうものが引ける1枚だけだけど、とりあえずこれと通常のこのガチャを引きます。今3805個なんか溜まってるのがあるから、このシングルガシャ1回だけ20で引けるのと、あと連続ガシャが3回引けるらしいので、全部使おうかな、どうしよう、とりあえず30連はやろうかなと思っています。どうしよう、最初どっちやろうかな、こっち先やっちゃおうかな、こっち先行こうかな。で注目キャラクター見てみよう。おー、いいね、これかっこよくない、これと、え、あ、隣、ここすぐ、あ、ベジータ、ベジータとピッコロさんだ、ピッコロさん、魔漢工作坊対空班、かっこいい、なんかで、パンちゃんで、はい、うん、パンちゃん超かわいい、これ欲しい、悟空これも欲しいな、まあ、使える使えないは別として、悟空とパンちゃん欲しいなって、絵的にね可愛いしかっこいいので狙おうかな。とりあえずまあいきます、1枚使います、早速 GO。 何が出るかな、おめえはオラに勝てねえ、お、ポットがいっぱい、なんかね、確定演出とかあるらしいよ。お、引っ張れ、放て、ドーン、お、やべ、やべえぞ、お、ベジータ、来たー、いいね、ちょっとまだ演出とかよく分かってない、何が出る、あ、ベジータだってベジータ、これ使えますかね、とりあえずベジータをゲットできました。さて次行こう、問題はこちらです。とりあえず1日1回割引中なので、この1回使いましょう、まあ、こういうのはね、1日1回のこういうやつは、あ、ポットさん、あんまり出ないような感じがする。何が確定演出なの、さっきのベジータが出ると確定なのかな、お、なんかさっきと同じような感じ、あー、やられてるやん、油断ならんぞ、お、エクストリームだって、天津飯どうなんだろう、よし、じゃあ10連いきたいと思います。さて連続ガシャ、初の連続ガシャだ、いきます、まず1回目、何か出るといいな、ポット3つ流れてるぞ、結構この演出長いな、さあ引っ張れ、お、押せ押せ押せ、さあ、仕方ないですね、あ、これはみんな持ってるでしょ、次2個目、さっき出た3つ目、お前の力はそんなものか、ピッコロさん、ヒーローノーマルだよね、お前の力はそんなものか、2連続かい、連続、仕方ないですね、さっき出たよ、仕方ないですね、え、やばくないこれ
あ、幸いなんだ。自爆するんだよねこれ。せいぜい楽しませて。ハゲナッパ。髪だけない。やばい。オラに任せろ。あ、これダメなやつじゃん。何この結果。あ、限界突破。おお、これ被るとなんか限界突破でどんどん強くなるのかな。でもこれ ヒーロータイプじゃん全部。はい、次20連目。なんかいいの欲しいよ。あ、なんか赤いぞ、赤い。あ、え、なんか、あ、あ、なんか良さそう。これ確定演出なのかな。お、この引っ張れっていう文字も色が違うぞ。来い来い、なんか来い、いいの。とにかくいいやつ。ここからが本番だぜ。ヤムチャからの、まだまだやれる。お、初の天津飯からの幸いマン。次、お前の力はそんなものか。いくぞ。あ、かわいい。いくぞ。次、いくぞ。ザーボンさん。僕の番だぞ。おお、あ、なんか良さそう。あ、スパーキング出た。ピッコロさんだ。かっこいい。お前の力はそんなもの。なのかな、スパーキング。来る。あ、やった。パンちゃんじゃなかったけど。ピッコロさんが出た。やった、これでデッキがちょっとは強くなるんじゃないの。さっきベジータも出たし。やった、これで強化できるぜ。最後の10連いきます。30連目ドーン。デッキを強くしたい。おスーパーサイヤ人になったぞ。スーパーサイヤ人になると熱いとかありますかね。やっぱりドーン。パンちゃん欲しい。パンちゃん、どうだどうだ。まだまだやれる。なんかこの辺はすごく、しないな。あ、は、初めてでバーった。すごくかぶって強化できそう。ジンス、おう。うん、グルド、オラに任せろ。かぶるね、めっちゃかぶる。ゲーニュー特戦隊揃いそうなんだけど。お、かっこいいかっこいい。行くぞ。ドラゴン。グルドもういいよ。ジンス。終わり。あー、スーパーサイヤ人になったからといって確定ではないっぽい。さっきの赤い場面になったら確定っぽい感じ。おお、終わってしまった。さて、まだ残ってるのでシングル馬車しようかな。7回引けます。ちょっと残り。でも演出ちょっと長いな。あ、何も流れてこない。これなんかヒーローっぽい。何もない。押されてる。押されちゃうとやばそう。ファイト。ファイト王じゃないよ。もういいよ。次はどうか。ダメだな。長いなこれ。これは引き分けみたいな感じ。いくぞ。エクストリームまあまあのやつ。
スーパーレアみたいな感じかな。ネクストリーム長いのでちょっと飛ばそう。やるしかないか。一個しか流れてこなかった。あ、かわいい。おニューです。次、あと4回。ワンちゃん欲しいな。出ないかな。お、3つ。どうだ。アローハアローハエクストリーム。まあ、持ってなかったからいいでしょう。あと3回。やばいな、パンちゃん出ない。パンちゃん出ずに終わる。おお、なんか赤いぞ、赤いぞ、赤いぞ。あ、でもスーパーサイヤ人になってないぞ。え、これどうなる？関係ない？どうなんだ、これ。どうだ、どうだ。あれ？スーパーサイヤ人になんないとダメっぽい。なんだ、期待させやがって。おお、なんだ。おお、アビリティが強化されました。チャオズちゃんが強くなりました。あと2回、あと2回だぞ。やるしかねえか。あ、無理っぽい。これ仕方ねえな。あなたですか、ハトドリア。最後1回。なんかこれダメっぽいな。やるしかねえか。1個だ、ダメだ。行くぞ。ザーボン終わりで、これ終わった。で、出たやつこれか。変身。とりあえず今回はどこ行ったの？あ、あった。これ長押しかな。このピッコロさんが出たよ。スパーキング、やったね。まあ、出ないよりはいいんじゃないかな。とりあえず出たよ。あ、傾けるんだこれ。ピッコロさんは傾けるとこうなる。おお。ね、これどうなん？ちょっとまだ見方がわからん。これは300レベルまで上がるの？なんかこんな感じらしいよ。強いかな、ピッコロさん。ちょっとわかんない。まだ始めたばっかりなのでよくわかっておりません。そして、確定のチケットで、ベジータが、あれ？どこ行っちゃったよ。なんか変なの押してしまった。はい。これは、あ、これもなんか、傾けると出る。おお、面白いね、これ。ベジータは、何？これ強いの？まあ、とりあえずスパーキングをゲットできたので、ちょっと編成に入れたりしてみたいと思います。それでは今回はレジェンズのガシャを回してみた動画でした。それではまたねー。